こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから、後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、聞くに法あり、です。これは漢の武帝による秋風の字と題する詩の一節で、秋風起こりて白雲飛び草木降落して岩南に帰る乱に衆あり菊に鳳あり花人を思って忘るるあたわず。意味は秋風が立って白雲が飛び草木は黄ばみ落ちて岩が南に帰る蘭や菊が香るこの季節、花人が思い起こされて忘れることができないということで、菊の芳華によって思い出す美しい女性の姿を表します。今から菊に芳ありを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。